私の名前はパニコ、33歳の看護師です。夫のタクマとの間には3歳になる娘のパニミがいます。誰に似たのか、パニミはしっかり者でとても賢くて、春から通い始めた幼稚園ではすでにラスボスと呼ばれているとか、将来は大物になること間違いなしね。パニミが小さいうちはパートで働いていた私ですが、幼稚園の預かり保育のおかげで正社員として復帰することができました。私の勤務先は小児科で、子供好きの私にはぴったりの職場なんです。時には心折れることもあるけれど、でもやりがいのあるこの仕事は私の天職だと思っています。パニミ、お迎えが遅くなっちゃってごめんね。ちょっと仕事が長引いちゃって。大丈夫よ、心配しないで。ママのお仕事が大変なのは分かってるもの。私も将来はママみたいにバリバリに働くつもり。それは頼もしいわね。ありがとうパニミ。あのね、私今日ゆいちゃんと遊んだの。そうなのね。ゆいちゃんって最近できたお友達？そう、私より二つ年上だけど、なかなか物知りで話が合うのよね。芸術や文学に対する造詣も深くて、私人生3年目にしてようやく心許せる友達ができたって感じ。へえ、そりゃよかったわね。と、そこへゆいちゃんのママもお迎えに来たようです。あら、パニミちゃんのママですか？パニコさんですよね。私ゆいの母親のアルナって言います。今日はお父さんがお迎えじゃないんですね。私の仕事は時間が不規則なので、時々たくまにパニミの送り迎えをしてもらっているんです。アルナさんはきっとたくまと何度か顔を合わせているんですね。そうなんです。今日は早番だったからもっと早く迎えに来る予定だったんですけど。そういえばパニコさんって看護師さんでしたよね。旦那さんから聞いてますよ。安易に個人情報を人に教えるなんてたくまらしくないけど、きっとママ友との話の種に使ったんでしょうね。そうなんです。私小児科の看護師なんですよ。いいわね、小児科。小児科なら子供の世話は得意よね。え？ええ、子供は大好きなので。よかった！え？何が？知り合いに看護師さんがいたら何かあった時に心強いじゃない。あー、察し。看護師をやってると時々こういうことがあるんです。怪我や病気の時にやたらと頼られるパターン。まあ医者じゃないから当たり障りのないアドバイスしかできないんですけどね。ねえパニコさん、連絡先教えてちょうだい。子供たちも仲良しだし、私たちも仲良くなれると思うのよね。初対面で連絡先を教えるのはちょっと不安でしたが、パニミと仲良くしてもらっているみたいだし、今後の付き合いもあるし、特に断る理由もないので、私は春菜さんに連絡先を教えて、その日はキロに着いたのでした。その日の夜ってわけで連絡先を交換したんだけど、あなた春菜さんって知ってる？あのちょっと派手な感じの人だろ。ああ、そう言われればそうかもね。あの人私が看護師だって知ってたわよ。たくまが話したんでしょう。そういえばパニミを送っていた時にうっかり言っちゃったかもしれないな。やっぱり。もう仕方ないから LINE 交換しちゃったのよ。そうなんだ。なんか私が小児科だって知ってやたら喜んでいたのよね。厄介な人だったらめんどくさいな。何かあった時はたくまにも責任取ってもらうからね。冗談半分で言った私ですが、たくまったらなんだか神妙な顔しちゃって。もう冗談よ。パニミのお友達のママだからうまくやってくわよ。そうだよな。驚かすなよ。こんな風に笑っていた私たちですが、この数日後私は早速厄介な事態に巻き込まれることになったんです。
数日後、その日仕事帰りにパニミを幼稚園に迎えに行った私は再び春菜さんに遭遇。あ、パニコさん、ちょうどよかった、連絡しようと思っていたのよ。え、何か用事でしたか？あのね、実は来週なんだけど、夫と二人で旅行行きたいから、うちの子預かってよ。たまには夫と二人きりで行きたいのよね。いきなりの申し出に私はびっくりするやら呆れるやら。なんで私がゆいちゃんを？パニコさん、小児科勤務でしょ、何かあっても安心だし、子供の世話はお手の物でしょ。いやいやいや、この人何言ってんの。いや無理ですよ、人様の子供を預かるとか責任重大だし、それに私にも都合ってもんが。大丈夫よ、ゆいは丈夫な子だし、わがままも言わないいい子よ。適当にご飯だけ食べさせてくれれば。いや、そういう問題じゃなくて。そんな無理です、うちは託児所じゃないですし、ご自分の親戚とかに頼んでくださいよ。なんでよケチ、子供なんて一人くらい増えてもどうっていうことないでしょ。プロのくせにせこいわよ。じゃ、せこいって、無理なものは無理なんです。逆切れする春菜さんを残し、そそくさとその場を後にしたんですが、なんで私がケチ呼ばわりされなきゃいけないの。知り合ったばかりの人に子供預けるとか普通じゃないでしょ。どうにも腹の虫が収まらず、私は帰宅してたくまに愚痴っちゃいました。一回しか会ったことないのにいきなり託児とか、信じらんない。看護師をなんだと思ってんのよ。思い出すうちに再び怒りがこみ上げてきて、私はすっかり興奮状態。ねえ、おかしいよね、なんなのあの人。しかしたくまは冷めた目で私を見つめるとこう言い放ったんです。お前冷たいな、ちょっとぐらいなら面倒を見てあげればいいじゃん。え、ちょ待ってよ、断った私が悪いの。いや悪いとかじゃなくて、パニコは子供の世話とか慣れてるわけじゃん。だったら子供を預かるくらい楽勝だろ。慣れてたら他人の子も預かるのが当然ってわけ。俺はそんなに怒ることないと思うよ。春菜さんもたまには子供抜きでのんびりしたいんだろうし、ほら世の中持ちつ持たれつだろ。はあ。でもさ、春菜さんは私が小児科看護師だから預けようとしたわけで、きっとパニミのことを預かってはくれないよね。それって不公平な話よね。まあそうだけど、そんなに怒るなよ。お前意外とケチだな。カッチーン。もういい、たくまに相談した私が間違いでした。その日は私が一方的に頭にきて会話が終わったんですが、絶対に私の方が正しいですよね。だって私には春田さんに対する義理も恩も一切ないし、そもそもよく知らない相手に大切な子供を預ける神経がわかりません。なんでたくまはわかってくれないの。たくまの反応にもやもやしていた私ですが、数日後ひょんなことからその理由が明らかに。その日幼稚園に行った私はママ友の愛香さんに呼び止められたんです。パニコさん、この間旦那さん見かけたわよ。いつも迎えに来てくれていい旦那さんよね。ええ、私も助かってるんですよ。いいわね。あ、そうそう、先週末も映画館で見かけたわよ。声かけようとしたんだけど見失っちゃって。夫婦でデートだったんでしょ。先週末ってたくまは出張だったはず。映画館ってあのショッピングモールの。そうよ、旦那さんの服、前にうちの夫とお揃いだなって見てたからすぐに分かったわよ。そうなんだ。出張と言って出かけたはずが映画館にいたなんて、これは絶対にあれですよね。私はすぐさま更新所にたくまの身辺調査を依頼。するとあいつったら真っ黒系の真っ黒クロスケ。おまけに相手はあの春菜さんだったんです。道理でやたらとかばうわけだ。
最近やたらと残業が増えて出張も多いと思ったら、ねえ、あいつらめ、グルになって私を利用しようとするなんて絶対に許さん。こうなったら二人揃って地獄行きの列車に乗ってもらうわよ。こうして私は二人への復讐のため着々と準備を進めることにしたのです。数週間後。ありがとうパニコさん、これで安心して夫と旅行に行けるわ。お土産買ってくるわね。いいのよ、夫婦水入らずで楽しんできてね。結局私はゆいちゃんを預かることにしました。もちろん全ては私の作戦ですよ。ママ行ってらっしゃい。ゆいちゃん、私の部屋で遊ぼう。うん、やっぱりパニコさんに預かってもらえて安心だわ。それじゃあ行ってくるわね。バイバイ。はーい。さーて、それじゃあ復讐開始といきますか。いしし。私は急いで外出の準備をしてリビングにいる母のもとへ。実は事情を話して急遽我が家に来てもらったんです。それじゃあお母さん、あとはよろしくね。合点承知のすけ。パニミとユイちゃんは私がしっかりと面倒見てるから片付けてきなさい。いいかい、あんたのバッグには私がいるってことを忘れるんじゃないよ。私はいつだってパニコの味方だからね。うん、ありがとうお母さん。じゃあパニミたちをよろしくね。こうして母にパニミとユイちゃんを預け、私は急いである場所へと向かいました。数時間後、私が到着したのはとある観光地にある有名旅館。あのアホ男のたくまったら自宅のパソコンから旅館の宿泊予約を入れていて、履歴を調べたら証拠がわんさかと出てきましたよ。ロビーで二人の到着を待っていたら、二人してアホ面下げてのこのこやってきましたよ。あー、豪華な旅館、素敵。君のために奮発したんだよ。今日は二人だけでゆっくりしようね。はぁ、何がゆっくりしようね。じゃ、ずいぶん遅かったわね。待ちくたびれたわよ。私の言葉に振り返った二人の驚いた顔ったら、レンタマひんむいてまるで釣り上げられた深海魚。なんであなたが。パニコ、どうして。はぁ、どうしてはこっちのセリフよ。私に子供二人押し付けて、ずいぶんと優雅なご身分ね。あ、ちょ、待って、これは誤解で。そうよ、私たち偶然会って。いやいや、そんなわけないでしょ。へえ、そうなの。でもたくまは出張のはずだし、はるなさんはゆいちゃんと実家に帰ってるはずですよね。私は隣にいた男性に話しかけました。なんであなたまで。そうです、私はるなさんの旦那さんにも話をして一緒に来てもらったんですよね。お前、お母さんに聞いたらいつもゆいだけ預けて出かけてるってこういうことだったのか。お前ってやつは証拠りもなく、もう二度としないと約束したはずだろ。おやおや、どうやら今回が初めてじゃないのね。たくま、あなたもどういうつもり。不倫相手の子供を私に預けるなんて、どういう神経しているの。いや、だってパニコなら子供の世話は得意だし、俺たちも安心して。何が安心じゃ。子供の友達の母親と不倫なんてよくもまあ。いや、幼稚園で顔を合わせるうちに意気投合しちゃって、春菜も俺に一目惚れて。そんな、私はそんなつもりなかったのよ。たくまさんが強引に。はあ、お前何言ってんの。しつこく迫ってきたのはお前の方だろ。ちょっと、いい加減にしてよ。最初に誘ったのはそっちでしょ。おい、嘘つくなよ。これぞ、同じ穴のムジナってやつかしら。私も春菜さんの旦那さんも呆れて物も言えません。パニコ、ただの遊びだったんだよ。許してくれるような。なあ。あなた、一時の気の迷いだったのよ。ね、許してくれるわよね。私たちに向かって土下座して謝る二人でしたが。いや無理、もう顔も見たくないわよ。離婚ね。俺も無理、子供の友達の親と不倫なんて信じられん。離婚だ。そ
そんな、情けない声を上げる二人を無視して、私たちは旅館を後にしたのです。ふん、自業自得、因果応報じゃ。その後私は、たくまと離婚。たくまは散々ごねて、やり直したいと言ってきたんだけど、私の気持ちはすっかり離れてしまって。だって、不倫相手の子供を妻に預けるような男なんて、最低最悪ですよね。どんなに時間をかけても、元の関係に戻るのは不可能ですよ。もちろん親権は私で、慰謝料と養育費もきっちり回収させていただきました。そうそう、春菜さんにも慰謝料は請求させてもらいましたよ。春菜さんはこれまで何回も浮気していたそうで、とうとう旦那さんに愛想をつかされて離婚。たくまと二人でボラアパートで暮らし始めたものの、慰謝料と養育費で借金まみれの二人は、言い争いが絶えず、あっという間に別れたそうです。その後、すべてを失ったたくまは、酒とギャンブルに溺れるようになり、仕事も辞めて、転落人生真っ逆さまだとか。ざまあ。春菜さんは借金取りに追われて、今も逃げ回っているようですよ。そして私は、パニミを連れて実家に戻り、看護師として忙しいながらも、充実した毎日を送っています。ごめんね、パニミ。パパがいなくなって寂しいでしょ？何言ってるの、ママ。はっきり言ってあんな男を、いなくなってせいせいしてるわよ。幼稚園に来るたびに、ママ以外の女の人に鼻の下伸ばして、恥ずかしいったらなかったわよ。そうなの？そうよ。ゆいちゃんも、ママがいなくなってよかったって言ってるもん。今はパパと二人で、すごく幸せなんだって。それはよかったけど、パニミは寂しくない？だって私には、ママもバーバもジージもいるよ。おやおや、嬉しいこと言ってくれるね。そうだよ。パニミには私たちがついてるんだからね。パニコも安心して、仕事に精を出すといいよ。ありがとう、母さん。いつも頼りにしてるわよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。